重量増加はわずか静かな霊柩車。日産リーフの霊柩車仕様が英国で登場した。6 2 k w ーバッテリーのリーフをベースに、葬儀用車両やリムジンのコーチビルダーである英国のビルコックスリムジン車が改造したものだ。この霊柩車は全席にドライバーと葬儀のコンダクターを、 後方に長さ 2M の棺など最大 230kg の積載物を乗せることができる。ウィルコックスリム人車は純正のルーフとピラーを取り外し、リサイクルされたカーボン製パーツに交換。専門デザイナーがスタイリングを手掛けた。ボディは 80cm 延長され、バッテリーパックは重量配分を最適化するために後方に移動。 リアセクションは合成とブレースが強化されている。このような改造を施し、全長、全高ともにサイズアップしたにもかかわらず、標準のリーフより3%しか重くなっていないという。その最も大きな理由は、リアドアとリアシートが取り除かれていることだ。従来の霊柩車は少なくとも4人が座れるシートを備えているが、 今回のモデルは二人乗りとなっている。ウィルコックスリム人社の創業者ウィリアム・ウィルコックスの孫にあたるルイス・ウィルコックス氏は、この霊柩車仕様のリーフが英国内の大手葬儀会社から好評を得ているとし、環境意識の高い顧客のためにより環境負荷の低い霊柩車が求められていると述べた。リーフの霊柩車は愛する人のために、 シンプルで環境に優しい埋葬や仮装を求める人が増えている中で理想的なモデルです。走りは上場 EV ならではの悩みも。編集部は同社が開発した霊級車仕様のリーフを身を乗せずに試乗した。リスタイリングはシンプルでありながらインテリジェントかつ繊細で、製造品質も非常に高いものだった。 ハイルーフに大型テールゲートなど、日産純正のステーションワゴンと見まがうばかりのまとまりのあるデザインだ。走行性能としては、わずかな車重増加による影響も受けず、淡々とした走りを見せる。郊外のデコボコ道では落ち着いていて快適。速度を上げても、狙い通りのコーナリングを見せてくれる。唯一の不満は、 深めの段差を乗り越えるときに顕著な衝撃を受けることだ。6 2 k w ーバッテリー搭載車の最大航続距離は 340km で標準より若干短いという。電動ゆえに静かなのは当然だが、これは霊柩車という車の特性にとって理想的である一方、あだとなるケースもあることをウィルコックスは認めている。 葬儀の行列で霊柩車の前を歩くコンダクター、葬儀ディレクター、は、振り向かずに車両の位置を把握する必要があります。しかし、リーフでは車両が動いているかどうか着付けない可能性があります。こうした事態を避けるために、リーフのバック警告音を応用して音を出すことにしました。注目度は高いが車両重量に課題も、 リーフの霊柩車仕様は109,950万ポンド、約1,770万円からで、ジャガー XJ の霊柩車仕様14万5,000ポンド、約2,340万円、より安くなっている。ウィルコックス社は、7月にロンドンの王室葬儀を担当する葬儀社レベルトンサンズ社にリーフ霊柩車を納車した。現在、 他の葬儀会社からも12台を受注しており、今後4ヶ月の間に納車する予定である。一方で、懸念もある。英国では2030年にガソリン車とディーゼル車が、2035年にはハイブリッド車の販売が禁止される。しかし、ウィルコックス車は EV の霊柩車への改造、 特に英国の葬儀業界が慣れ親しんでいる8人乗りのリムジンについては厳しい時期が続くと予測している車両積載量が問題です交渉積載量を最大25%増やすことが認められていますがこれには改造の追加重量と乗車定員の重量が含まれています EV はもともと重い車なので ガソリン車やディーゼル車よりも積載量が少なく、乗員を増やすことは難しいのです。そのため、まだしばらくは従来の化石燃料で走る霊柩車やリムジンが主力となることが予想される。EV が十分に軽量化されれば、電動の葬儀車両も普及していくだろう。